だろうか。こんばんは。やっほー。今日の公演も声やばかった。 今日は珍しくこんな感じのツインテールになってます。どうですか？九州のめっちゃかわいい。ありがとう。福ちゃんといえばツインテールですよ。初めて聞いたけど、そうだったっけ。マヒちゃんがめっちゃ髪金髪になっててびっくりしたんですが、朝起きて、朝起きてじゃない、朝会社行って、なんか染めたいなぁとは言おったけど、くそ、え、金みたいな。 びっくりしたわ。もう1期生私以外全員茶髪ですよ。ありちゃんも葵ちゃんも千穂ちゃんも茶髪で、まひちゃんはまさかの金髪で、ちょっと最後の生き残りになりました。いや、マヒちゃんらしくてかっこいい。おしゃれだわ。緑色にしないよ。嫌でしょ、緑にしたら。急に。緑にしないよ。さすがに、ちょっとそこまで攻めれない。絶滅の危機黒髪衣装。まさか葵ちゃんも、葵ちゃんはもう1ヶ月ぐらい前からよ。守りたい、やっとね。あ、ちょっとメール送ろう。
声がガビガビすぎて、明日ラジオなんですけど、やばいよね。なんかなんでこんなガビガビなんだろうって感じですけど。福ちゃんならレインボーでもついていくよ。髪の毛？レインボーにしないよ。服に色つきそうじゃん。ギリモヒカンまではいける？すごっ。治るまで大きな声出さないように。無理だよ今日めっちゃイエーイとか言ってたから。でも煽りはねほぼやってない。今日はもう全部メンバーにしてもらって、てか22時までです。そうだ、皆さん聞いてください。三宮のお渡し会、三宮のお渡し会の申し込みが22時までです。あと20分。あの衣装を着ます。申し込んだ、ありがとう。あの5時からの部と6時からの部と7時からの部があるから遅めの時間もあるよ。公式には5時って書いてないけど7時の部もあるから。待ってます。高松からの帰り、うずしおに乗った。コンセントあるやつ、いいね。いいですね。見て、まつげひょいひょいしたの。どう？まつげメイク。かわいい。難しかった。ちょっと上達した、少しだけ。めっちゃかわいい、みけちゃん。ありがとう。嬉しい。今日 DMM の人さ、見にくかったでしょ。
今日お客さん全員1階席だったからさ、めっちゃメンバーずっと下向いてたでしょ。岡山直中の渦潮あるの知ってたの？一日二本だけのやつでしょ。大丈夫だった？ずっとこんな目線じゃなかった？大丈夫だった？本当？よかった。タカベア、ありがとう。よいしょ、休みメール送った。みんな、あと18分だよ。ベアありがとう、ありがとう、喉痛わってね、ありがとうございます。なんか食べるか、とりあえず喉になんか通そう。ああ、マジでやばい。なんでだ？昨日からね、てか遅いからか。喉が、風邪ひいてないのに別に。ガビガビガビーン。今日は何食べるかもう決めてんだ。今日はね、味噌ラーメンって決めてるの。いった。ノックノーイド。ロックンロールウィナー、カッコ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 、札幌一番味噌ラーメン。ちょっとばかりキャベツを入れましょうかね。
キャベツショウショウ。キャベツとほうれん草で、ほう。毎回入れすぎるんだ。あと豚肉さん、ツインかわいすぎる。メロメロか。みんなメロメロメロンパンナちゃんなんでしょ。目がハートになってるぞ。愛してる愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。君を忘れない曲がりくねった道を行く壊れかけの太陽と夢を語る黄色い砂。
豚肉入れてます。やばい、水がめっちゃもうない、ほぼ。ハートありがとう。こんなもんじゃない。やべ、水分がない。ブルダック麺の量だ、水分が。まあいっか。バター入れちゃおう。あっちに行くか。携帯を置いてきた。こぼしませんように、こぼしませんように。オッケー。こっちで食べようとするとこぼすからね。いただきま。具材はキャベツ、ほうれん草、コーン。あと5分です。お申し込み。キャベツ、ほうれん草、コーン、豚肉、バターという最強の布陣。いただきます。公演終わりのラーメン、いただきます。うん、最高だぜ。でも南と無謀な夢は覚めることがないの、握手会の時に言った味噌バターコーンのラーメン、北海道のニンニクめちゃめちゃ入ってるやつ、あれが忘れられない。めっちゃうまかったの。結構それからあの味を求めてなんか味噌バターラーメンを食べたりするけど、札幌には勝てない。なんて店だったか忘れた。でも札幌市内の何かだった気がする。そう、コロナ前最後の時。
ハロユースにハマってSTUに帰ってこれなくなりそう。別にいいけど、ハロユースの現場に私いるから気まずいよ、会った時。月1ぐらいでいるからね、ハロユースの現場に。気をつけて。カイちゃんのとこにおいで。カイちゃんのとこにいいな。今日ラジオで福フェスのメッセージ送って読まれた。あ、そうなんだ。結構多いでしょ。私なんならステージ上がったことあるからね、一瞬。マジでめちゃめちゃコアなハロウィンのオタクしか知らないけど、それぐらいよく言ってるので気をつけてください。まっ、うまい。キャベツも合います。味噌キャベツってうまいもんね。今こんな感じで、もうアイドルのご飯じゃないんですけど、すいません。これがうまいんです。うん、10時だ。お申し込みありがとうございました。三宮で待ってます。タカミラボありがとう。全世界で一番美味しく食べようとしてる。溶ける。イナニアうどんより細い。おかしいな。水持ってきます。ストーリー消そう。10時まであったら消しますって書いてて、よし。三宮、なんか神戸でイベントってさ、個人的にはあんまりないから、神戸ってあんま行かないんだよな。
おにおしベア、ありがとう。ごまさん。だから、なんか、何買って帰ろっかな、みたいな。神戸、うん、陸郎は大阪だもんね。陸郎を買って帰りたいけど。陸郎を買って帰って一人でワンホール丸かじりやりたいけど、神戸にも売ってんのかな。兵庫なんですか。そう。ああ、10時で販売終わったわ。まあ多分当日券あるから、9月21日じゃあ20日か。9月20日に、7時、夜6時ぐらいに神戸の三宮大パの HMV においで。そしたら、いいことが起きる。声がやばすぎる。お申し込みありがとうございます。三宮ね、中華街行きたいよ。怪しいフカヒレスープ食べたい。怪しいフカヒレスープと観光客価格の小籠包食べたい。ぼったくらいに行くくらいがいい。めちゃめちゃ NG ワードなってるじゃん。タワレコの写真集買ったよ。いいな。広島店限定ポストカード、今日さ、私ワンチャンもらえるかなと思ったらもらえなかった。広島役詰めです、ありがとう。今日写真集パネル展に、広島のサイン書いてきました。で、かいちゃん綺麗になりましたね。よほど頑張りましたよね。ウケる。頑張ってるよ毎日。ありがとう。まあ、21日のサイン会で書けばいいんですけど、それだと1日しかサイン見れないじゃんと思って今日書いた。なのでぜひ見に行ってください。で、広島店は日本で唯一店舗限定ポストカードがあるんですよ。 HMV は HMV 全部のポストカードとか、まあ、タワレコはタワレコのポストカードとかあるんですけど、広島店限定っていうのがあるんですね。さすが STU のお膝元なので、
ぜひ広島店特典もゲットしてください。これはなかなかゲットできないと思います。こんばんは。写真集の特典ポストカードどれぐらい集まってきた？私的に、まあ、そのネットで買えるやつはあれだけど、まあ、ティフで買うやつと、あと広島店のやつは結構あの入手レベルが高いなって思います。早速事務所に写真集4冊届いてて、マジサンキューって。ショールームのやつまだ届かない。うーん、届いたぐらいに写真集ニヤニヤ配信しよう。来週ぐらいだね。あー、綺麗に食べた。ごちそうさま。頑張ってください。はーい。お腹ポンポコポン。タワレコでパネル抽選券もらった。うん、当たるといいね。サイン書いたぞ。
なんか今日公演の最後に、なんかあずみんがなんかすごい嬉しいこと言ってて、よかったねーち。ああ、なんか普段はキャプテンで気を張ってるけど、ずっと四国はあの福田がリーダーだから安住がキャプテンじゃないじゃん。なのと、あとなんだっけ、あと周りが全員お姉さんだから、そりゃそうだよね、後輩だから一番何も考えずに楽で楽しいって、あのいい意味でね。それってめちゃめちゃいいことじゃない？だって入ってまた2年目、2年の子にさ背負わせられないじゃん、何でもかんでも。もういっぱい私たちを利用してほしいよ。だからすごい良かったなって思いました。でも私も同じで、別に四国に行ってリーダーしよう、リーダーだとか、なんかそんなんは思ったことない。別にみんながそれぞれ自立してるから、なんかみんなの意見を教えてもらって、ああじゃあそうだねみたいな感じで最終的にどうするかだけ、なんかみんなにこうするって提案するだけで、特に自分、私も何もしてないから、程よい6人だな感じです。そういうなんか場所でよかったなって。思いました。福田がいないと MC しまらん。いや私はもう今日声がやばいからあんま喋りたくなかったんだけど、なんか喋っちゃうんだよね、楽しくて。そう、あとみんなツッコミどころが多すぎて、私あんま普段16人の時とかあんま突っ込んだりしないんですけど、多分なんか突っ込みどころが多いけど、それが受け入れられて流れていくんですよ、わかる？全員ボケだから。で私もどっちかっていうとボケの方じゃないですか、普段は花垂れ公園とかの方は。だからもう沖ちゃんがいなくなった、今ツッコミが誰もいないんですよ。まひちゃんがたまに突っ込むけど、そのツッコミでさえもボケになってしまう部分があるじゃないですか。だからあのファンの人が突っ込みたくて仕方ないみたいな顔してますね、基本的に。うわそこ絶対突っ込むとこみたいなのがずっと全員がボケ続けて、でもボケてるつもりないの本人たちも。でまひちゃんが突っ込まなきゃと思って突っ込むじゃん、それもボケなの。だからそれが面白すぎて裏でずっとメイクさんと衣装さんに笑われてますそんなゆるゆるの四国が大好きです。そう、ね、こう本当ファンの人がねうずうずした顔してるんだよね。3期生のツッコミ要員
いちごゆうなん、かべちゃん。待って、かべちゃんは第二のアンナちゃんになりそうやな。あーみたいな。今日いつも以上に盛り上がってた。一体感ありましたよね。あげいや、ちょっとわかんない。いちごちゃん、ゆうなんはもう絶対にツッコミではないっていうのはわかるんだけど、いちごちゃん謎やな。私いちごちゃんの MC あんまり見たことないかもしれない。そのツッコんでる、なんか真面目な MC を見たことあるけど、いちごちゃんツッコミ勉強してる。助かる。今四国ツッコミ6人中0人だから助かるわ。ゆきりくは割と冷静、ゆきりくは割と冷静だけど、割と冷静だけど、なんかなんなんやろうな、的を得とんよ全部言うことだけど、なんツッコミではない。おもろ。いやでも仲良くなってからだね、3期生とあの一期ドラさん 2.5 期のこの感じが。やっぱ公演にいっぱい一緒に出れば出るほど仲良くなれるから、グミ。でも本当ここ1週間の四国のみんなとの頑張りがもうほんまにすごすぎて感謝だし、なんかもうめっちゃ仲良くなりました。もっとこの1週間で絆が深まって、なんかいい6人組でしたね。3期は見習い？いや、てか秋からだから、あのこの前福フェスで出たけど、3期あの実はまだ新体制始まってないんで正式にはまだ加入してないんですよ、どこのチームも。3期は私が福フェスでちょっと呼びたかったから特別にあの前座に出ていただいただけで、実はまだ新体制どこも始まってないんで、ちょっと立ち位置はまだ微妙。けど四国に入ってくれたんだったら四国に来てほしくて、一緒にだから連れてったの。これを逃すとみんなで四国に来れる機会ってあんまないなと思って。四国出身じゃないからこそさ、3人がまあインタビューとか受けた時にも四国に行った経験が1個あるだけで違うでしょ。写真集3回見ました、ありがとうございます。そう、カカツの課外活動の新公演が始まってからですね、新体制は。
今の四国の千秋楽絶対入りたい。千秋楽とかないと思う、しれっと。いや、もしかしたら今日が最後だったかもしれないし、わかんない、しれっと終わると思うよ。気づいたら新体制になってる。花垂れの千秋楽、いつなんだろう。でもちゃんとそれはちゃんとやると思うけどね、千秋楽ですって。でも花垂れなくす必要ないと思うけどね、個人的には。花垂れも月1回ぐらいやればいいんじゃない。だって STU の神曲聴きたいなら花垂れじゃない。めっちゃいいよね、 STU を見に来てさ、 AKB の課外活動ってさ、 STU 見に来ても AKB ばっかやってんじゃん。あれってまあまあ STU の曲に飽きてるファンの人はまあいいけど、 STU を見たい人からしたらちょっと STU のアルバムめっちゃ聴いてきたのにあれ全然やんねえじゃんってなるじゃないですか。だから花垂れ公演は花垂れ公演でちゃんとこう役割があるなって思うんで、STU の曲をしっかり聴いていただく、フルサイズでっていう良さはあるから、なんか並行してやればいいのにねって思う。次の公演が何になるか知らないけど、終わらす必要はなさそう。どんどん新人が入ってきた時に STU の曲を踊る練習にもなるだろうし、今月七並べあかりんと一番当たる。でも今日はあんまやってない。やる人、やる人、めっちゃやる人、全然やらん日の差が激しい。そう、でもちょっとメンバーの中では一番やってる自信があります。そうなんだよね、公演で STU 曲が全然ね聴けなくなったら、課外活動も入れてて 2,3 曲じゃない。うちもヘタレとガラス瓶と小豆島と海の色、4曲しか入れてないから、 STU の曲を公演の中に。だから四国を見に、四国公演って見に来ても STU 感はないと思うんだよね。そう、なんか花垂れが大事、あるのがすごい大事だなと思うけど、そうそう、もし花垂れがなくなってめちゃめちゃ AKB 曲ばっかりの公演になって、課外活動も AKB 曲ばっかだしってなったら、フェスでしか STU の曲が聴けないっていう、自主興行で STU の曲を聴けないっていうことになっちゃうから、それは結構やばいなって思う。そう、だから難しいよね。パンパンパパパンが好き。パンパンパパパンはコロナ禍の時に声出し NG だったんですよ。そんな中でツアーがあって、声出し NG だから一緒に楽しむ方法何かなって考えた時に、クラップとなんかこの手を揺らすとかそういうやつだなと思って、クラップ曲を入れたのがパンパンパパパンを入れたきっかけです。コロナ禍のツアーを盛り上げるための一曲だから、それが意外と人気でここまで来てるっていう。まあまあ何にせよ楽しい公演になればいいね、これからも。
君と僕の関係燃える、燃えでしょあれ。置いたニヤニヤタイム。今週末は福フェスですが、楽しみですね。どんなことができるのでしょうか。イノセンスやりたい。抱きしめて抱きしめて震えているのこの体。イチジクのの指で本当に耳心地空落ちた今からイノセンス少女が散る時配信はフェスではなかったかな。福フェスは配信はいつものあのパターンです。あの最初の1曲は無料で見れるけど、それあとは有料会員ですよみたいなやつのパターンです。オープニングアクトは配信ないです。ちなみにオープニングアクトがおもろいのにもったいね。でもオープニングアクトの曲配信載せちゃダメな曲だったんで、そう、えへ、配信に載せられない曲をやります。
ノセンス歌詞。あ、そうじゃん。あげ送られたらあげなきゃいけないんだった。ぼーっとしてた。炭水化物で血糖値が上がったぼーっとしたバスター。ねえ、だよよよ、美しくなったでしょ。解放よ。遅刻公演楽しかった。よかったです。キリン？何が？こんばんは。マリンゴ。あげ、スルーザナイトも子供はできません。知らん、何それ。スルーザナイト、待って、スルーザナイトの YouTube のサムネやばい。ソーダサイダーさんのおっぱい丸見え。これは衣装なのか、グラビアじゃん。歌詞調べよう。曲調はそんなエッチじゃないね。スルーザナイト SKE。 歌詞うん、そんなエロくないぞ別に。普通衣装だけじゃね。
と。まあ、アイドルなんて呼ばないでが一番やばいけどね。あれが最もやばいけどね。こんばんは。マイキューに送ったイノセンスをこれ歌える。真っ赤なイノセンス少女が散る時愛しさ人ゆくちゃんの写真集意外になんとか買った。何意外に、なんだろう、意外にすごかった。意外に、でも可愛いよね基本的に。ぶーちゃんミラボありがとう。意外にエロかっただといいプロモーションになりますね。写真集抱えて公園見た。なんかさ、この前先週ぐらいからお見送りでさ、リコのトリコとかさ、中村舞写真集とかさ、福田あかね写真集とかこうやってさ抱えてお見送り来る人いるんだけどさ、あのメンバーに水着を見せつけながら帰るのやめてください。いいけどウケる。なんかいろんな写真集が目の前を通っていくんだよな。おもろい。お見送りで友達の水着がいっぱい見えるっていう。ウケるよね。あげ。フクフェスで売らないよ。でも渋谷の HMV でパネル展やってるからそこで買ってくれ。
悲しいね。じいじ。お疲れ様やな。髪の毛染めた。じいじ。乾杯。じいじ。じいじ出せ。じいじ出せよ。推し猫。ブーブー話する年号みんなはさ誰が一番可愛いと思ってる？ゴラミなんだ。おい、それはもうあなたですっていうくくちゃんですっていう言葉でコメント欄が鬼の速さになれよ。全員読めるわ、全員読めるわ、このスピード感。大きな声出させないで。あ、そうそう。そうそうそう。定型文にあるでしょ、赤リンゴって。押して。まあ。まあ。そうそう、そうそう、その調子。遊びに来たよって何？何それは。特別成功してよかったな。そんな手だけ分私設定してないけど、なんで？
な。ゴロミ、最近ゴロミね、パパのお膝に乗るだけじゃなくてね、あいえ愛してる、パパのここにね登ってくるんだって。縦抱っこ、こうこうじゃなくて、手をこうやって、えいってこうやって縦抱っこってしてくるんだって。やばくない？かわいい、ずるい、やばい。あいつ野良猫なことを忘れとるよ。もうパパはもうメロメロ、もう孫はいつかって言わなくなりました。ゴロミグッジョブ、ゴロミかわいい、人間界に慣れてきてかわいい。抱っこ抱っこって手がかかる子ですよ、ゴロミちゃんは。かわいいんです、かわいがられ方を知ってるんです。ちょん、おらみちゃんメロメロ、あとねママがねカーって寝てる横でね、スケちゃんが同じポーズでねカーって寝ちゃるとね幸せになるね、可愛くて。山猫坊主めっちゃ可愛い、ありがとう。あかりちゃんはぶられとる、はぶられてないし、ゴロミがちょっとただ懐いてないだけやし。ちょっとゴロミがね、ダブ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 、ゆきりが猫飼いたいかもって言ってた。だから今日の MC のさ、個人的トピックみたいなやつさ、まひちゃんがさ、私髪を染めました、わかる、個人的トピックだそれは。次、ゆきりか、なんか猫を飼いたい気がします。あ、猫を飼いたい気がする、ん。あずみん、携帯のスマホカバーを変えました、ん。うん、チケット代5、6000円するけど大丈夫かじゃこれ。って思ったんですけど、それがいいところだなって思いました。そう、それが四国のいいとこだなって思いました。かわいいでしょ。
そこが可愛いなってまあ言って私はその MC 参加してないんですけど、なんかもう熟年夫婦みたいな可愛いですよね。話のリハ、いや16人公演よりしっかりめの MC 打ち合わせしてるんですよ。これでもだけどちょっとそれ通りに行ったことない違うんですよ、しっかり MC の打ち合わせするんですよ。結構しっかりして、結構しっかりして作り上げるんですけど、まあ喋り始めた時点で全然違うことから始まったりするから、でその打ち合わせ通りに進めようとする勢と、もう自由に行く勢が、うわーってなって、結局、全員違う方に行くから、後から入ってくる人が、え、待って、思ってたの違うんやけど、そんな話してたっけみたいになるわけ。だから、それがおもろいよ。誰も軌道修正しないまま、そうそれでは次の曲いきましょうかそう、面白いよね。わかるじゃないよねそう、おかしい、面白いよね。どうなることやな。私も勉強させてもらってます。まあ言って私はね、四国公演の時はね、葵ちゃんとの MC が終わったら MC の出番あんまないから、もうずっと突っ込む機会を伺ってるだけなんですけど、癒しですね。みんながカーペイチケー、くまくま、ありがとう。ツイートしてなかった。遅刻公演どうもでしたみたいなツイートしよう。4本目のライブ燃え尽きました。四国のメンバーが大好き、ついてきてくれる、ファンの皆様に感謝。広島クワトロ、ありがとうございました。
近いし、ビャー、プーフン、ビャー。ありがとう。できて幸せだ。勝手に遅刻。ポスト、ポストしたぞ。ポストした、ポストしたよ。今 Now Now Twitter らしく Now。 Now ポストしました。見た？もうあんま考えずに勢いのまま書いた。福フェス公式中の人活動もしておこう。やっほー。離れたくはないと言ってたのに、夢と現実は違う。もうここには帰らないと君が泣いた夜。未来の一歩目を引き止めちゃいけないと思う。だからこの2年の気の下って君を見送ろう。まあ、で、あと1、2、3日、あと3日。18時35分から。で、オープニングアクト、ありふくっていう言葉やばくない？やばいよね。普通に。18時45分。
霞そうっとステラ、7時20分、一つ30分、タイトル見て、19時55分、STU48、9月13日金曜日、かっこ30分、かっこ ST48 何分だ、40分もある、お得だよね。皆様のご来場ポスト、ポストした、特別中の人もやりました。STU 何番目ですか、タイムテーブル出てるよ、7時55分から、まあ押すでしょうね、8時からって思っておけばいいんじゃない、お待ちしてます。ありがとうございます。お待ちしてます。アリフクジュアシは来るでしょ。おもろいよね。なるべく全バンド見る？バンド来ない。アイドルしか来ないよ。そう、今回のアイドルは全員エモ系なの。なんか、ぶち上げ！盛り上がっていくぜ！はい！はい！って感じじゃなくて、今回のアイドルはどっちも、爽やか元気みたいな。曲がエモいですね、みたいな感じだから、めっちゃ STU っぽいから、うちも今回は、なんか福フェスの先週の福フェスみたいに、なんか盛り上げるぞお前お前らみたいな感じじゃなくて、なんか STU の曲とっても素晴らしいでしょふふみたいな感じにしました。対バン相手に合わせて曲を変えるということをしております。
応答です。変な瀬取りですよ。レッスンしながら自分もわけわからん瀬取りすぎて、この瀬取り組んだやつ誰って言ってた。みんなに「お前!」って言われるような変な瀬戸を組んだんで、楽しみにしててください。あは、楽しみだね。一期生だけの編成もいいよね。まあ、ソラハいるけど、ソラハほぼ一期生。そう。ソラハほぼ一期生。もうドラさんはほぼ、ドラさんは一期だと思ってるから、私は。そう。もうマイキューとソラハも一期だと思ってるから、ほぼ。あんま変わんない、年数。そう、楽しみにしててください。お待ちしてます。まあみんなもさ、8時からだったら来れそうやろ、 STU どう？だってさ、チケット4000円でさ、 STU40 分でさ、結構コスパいい気がする。なんか普段のフェスよりはどうですか。しかも物販があるよ。物販があるよって言っていいのかな。言っちゃった。よいしょ。ツイートしていいですかって聞いてみよう。書いてあったような。違う違う、フェスの特典会物販って STU が関係ないことが多いじゃないですか。今回は、まあ、特典会は置いといて物販は関係あるからっていう話。えへ、四つけ。うわ、早っ、もう返事来た。おお。
守護的。配信したい。でも今したら明日のラジオが死ぬ。明日します。かっこ つけていきたいわ。おいたあげ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 おいたあげ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 あのあげてけあげてけ。目がバキバキの猫、もっと上げてけ。なんかこういうツインテール久々にしたよね、公園で。声出さなくてもいいよ。研究生ツインみたいな感じ。踊ってて可愛いよね。ちょっとカバー付け替えてみようかな。初装着。お、おー、帯もつけて、おー、いいね。じゃーん、装着。HMV 版です。
ていうかこの本の ここね、反対側のここのメッセージ見ました？めっちゃ良くない？見た？最高だったでしょ？自分はまだ買えるかな？買えるよ。かなり良かったでしょ？気になる人はこちらのバナーから買ってください。ぜひ水着のバナーからバナナミニオンズバナナバナナ写真集ご覧ください。盛りだくさんです。こんばんは。HIV 版はジャケットが2つもらえるってことかな。あ、そうです。なんか重なってる感じになります。付け替えられます、好きに。まあ、デカめの写真がついてるみたいな感じ。着せ替えあかりちゃん、着せ替えあかりちゃんなの。世界あかりちゃん、広島の私から行きます。待ってます。着せ替え、今手元にある着せ替えグッズこれしかなかった。クマに着せ替え、親グマ、どのクマが推しですか？タカクマ、リガベア、バリガベア、どのクマが推しですか？熱
右？ん？中？ん？着せ替えあかりちゃん。よっ、一瞬で大変なことになってしまった。うん。前髪ってこうなるからさ、テレビ番組とかでさ、叩いてかぶってじゃんけんぽんをやろうみたいな感じでちょっとでもヘルメットかぶせられたりさ、なんかアイマスクでさ目隠してスイカ割りじゃないけどさ、そんなのさせられたらもうさ前髪が終わるんよね。メンバーが地味に嫌がるやつ。うん、そうなんです。わかる。おにょにょにょん。スチューデンツ金曜深夜。懐かしいこと言ってみた。保健室今週は福ちゃんの番。あ、マヒナの保健室ラジオっていつ？土曜日とかだっけ？ホケラジ。ホケラジ。ホケラジ。何曜日？配信？放送？ホケラジに出ます。日曜日？ OK、 ありがとう。日曜だよ。日曜日ね。日曜の22時。オッケー、広島 FM 聞くわ。みんな聞いてね。レリコで聞いてね。レリコで。
ラジコプレミアムに入ってたらまだ先週分も聞けるはず。ほう、こんばんは。もう11時半か。やばい、喉の調子が悪いから何もできないぞ。申し訳ないな。県内だから普通に聞ける？あ、本当？でも私アットジャムの日でしょ？多分ね、トンネルがいっぱいあるの、トンネルをいっぱい通る、あの先端が丸く尖ってる乗り物に乗ってる最中だと思うわだから聞けないけど、みんな代わりに聞いといて。週末東京3日間ハードだけどファイト。いやそうなんよね、地味にやばい。何がやばいって2公演頑張ろう。ほう、ヘロヘロになってる自信あり。いや、クフェスの日の乗り越えてヘロヘロになって、鼻垂れ終わった後がやばそう。花だれ公演まだチケットございますので、ぜひ来てください。迷ってる人、緑のペンライト探してます。常に すごいねでしょ。東京で花だれやるのは結構貴重な機会ですから、ぜひいらしてください。STU の王道のいい曲がいっぱい聴けるので、あの初めての STU のライブあんまり来たことがない人でも入りやすいライブだと思うですから、ぜひ。14日って何時間やるの？どういうこと？普通の公演だよ。2時間やらないぐらいじゃない？いつもと一緒。特別なことはない。
僕はクマ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 車だよ、クマクマクマ、アイスアイス車だよ。お話し会再販中です。大阪の2時間目、オンラインの4時間目待ってます。チュッ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 チュ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 。さとえみこ、ドミノ倒しの波、心に打ち寄せる思い出のふふ、砂浜は真夏の時計、海の家のテラス、去年もあった空、思い出のんなんとかが、ドゥ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 。あなたとこの浜辺で遊んだウェイクボードが、ちょっと1番と2番混ざってるけど、ギラギラギラ、恋の子も一緒、忘れられない、うん、もう一度愛されたい、涙の湘南、ゴロミちゃんがふわふわ、違う、にゃんすけさんがもうバハバハ、ファンミないかな、ファンミやりたいって言ってるの、ファンクラブの人に。どこでもいいですかって言われたから、もうどこでもいいんだ、とりあえず早くやりたいですって言った。どこでもいいって言ったよだからごめんね、なんか急にどこだろう、和歌山とかなってなんでみたいな、ごめんね、なったら最近葵ちゃんと和歌山に行ってみたいねって話になって、調べたら片道5時間ぐらいかかって、いや東京よりかかるやんけってなった。
いや、そう、その白浜のなんかにね、行きたくて。そう、なんか大阪まで新幹線乗って、そっから2回ぐらい乗り換えて、なんか各駅停車で36駅みたいな。え大変でした。何やら、まあでも現実的なとこだと広島か東京かとかじゃない？大体みんなさ、大体東京か広島でやってますよね、ファンミーティング。それ以外聞いたことないな。まあどっちでもいいんだけど、個人的にはそのさ、どこがいいにこだわってできなくなるより、そう いいじゃん別に、もうどこでもいいからもう やればいいじゃんって思うけど、あの東京でやったらね、東京でばっかりみたいな、こう瀬戸内勢の人が言ってくるしね、瀬戸内でやったらやったで、そんなとこでやってもらえてもいけねえよっていう東京の人がいるからね、もうねどっちでもいいんですって、ガチでどっちでもどこでもいいですって言うとやれる日程があることが大事。でもやりたいこといっぱいあるんです、みんなと。そう、とりあえず歌謡曲カラオケショーをもう一回したいのと、そうもう一回したいのと、まああとはちょっとライブ配信ができるんですよ、ファンクラブのこのアプリで。実はで、私一回もこのライブ配信をしたことなくて、ファンクラブのこれをファンミでちょっと動画回そっかなみたいな、初めての。だからまあやりたいし、そう、まああとはベートーベンさんともなんかいろいろまたやりたいし、漫才リベンジもしたいし、そう、あと PR 舞台のバスガイドの衣装でバスツアーしたいんだよ。小豆島バスツアーとかね、どう？ファンミ、まあ合同ファンミでいいんじゃない？マイキューとかと四国メンバーの合同ファンミで、マイキューもまあ身長的に誰のか着れるかな。ユミリンの衣装とか着れそうだよね。着てもらってバスガイドの衣装着てもらって、ちょっと二人で合同ファンミで小豆島ツアーとかね、どう？やりたいんだよ。そういうのもやりたいね。その箱でやるやつも好きだけど、なんかその箱を飛び出してやるのもやってみたいし、あと STU のライブを見に行きたい、ファンの人と一緒にあーでも推し見つけちゃうから嫌だな。あかりちゃんが出てる STU のライブをあかりちゃんのオタクの人とあかりちゃん推しの人でオタクしに行きたいの。でも私が二人いないと無理だ、ダメだ。あかりちゃんもあかりちゃんおたかつしたいのに、ずるい。みんな分身の術使わないと無理だ。ハートありがとう。いいな、みんなあかりちゃんおたかつできて楽しそう。分身の術練習しとかないと。福田推しさん楽しそうだもん。あかりちゃんも映像で、え、それいいかも。福フェス配信なかったから、福フェスのあかりちゃんが出てる部分だけ今動画全部持ってるから、それを一緒に見て、一緒になんかおらうりゃおいうりゃおいと観戦するのどう？福フェスの STU ブロックとか四国ブロックとかを動画で流してみんなで見る楽しそう。え、面白そう、最高じゃない。来た人もなんかもう一回思い出せるし、来てない人はあ、こんな感じやったんじゃんってなるから。
それ面白いかもしんない。ちょっと長めの時間にして30分ずつあるから、一部と二部にして、一部でその四国と STU 見て1時間で、次の司会で企画やる別の。面白そう。って考えたらやりたいこといっぱいあるな。ファンミしたい。ファンミ、小豆島に行こう、不意に思ったんだ。なんか暑くなってきた。28度26度にしちゃえ。魔法、冷え冷え魔法、26度になれ。みんながさ、エアコンとか使うじゃんか、夏。で、私の冷え冷え魔法のおかげだったんだからね。どういたしまして。お気になさらず。冷え冷え魔法を使えるまで何年かかりましたか。先週できるようになった。先週でもね、あちあち魔法の方が使いたいんだよね、本当は。寒がりだから。まあやることは簡単ですよ、正直ね、やることは簡単なんです。
ボタンを押すだけ。特別はあちあちの方全開でした。確かに。てか今日クワトロに来てた人マジで意味わかんねえな。なんで来れてんの。まだ特別終わって次の日四国2公演やって2日しか経ってないっていう事実に気づいてますでしょうか。なのに葵ちゃんがね今日ジェラート販売しに行ってたの物販に。で葵ちゃんがね帰ってきてね、葵ちゃんどうだった、ファンの人来てたって言ったらね、なんか香川で見た人いっぱいおったって言っとってね、香川で見た人いっぱいおったってどういうことってみんなでざわざわしました。すごいしょぎろよ。ありがたすぎるよ。そう、まあ普通来れないと思うからすごいなって思って、あ、好き好き魔法なんだ、うん、嬉しい。だからその分ね、あの、まあ、いつもより忙しくは少なかったけど、その分来た人にはあの 倍以上のメンバーからレスが来たと思うからよかったねって感じなんだけど、いやありがたいなって思いました、皆さん来てくださって楽しかったよね。まあ現体制もいつまでか分かんないしね。さすがに2日しか開けてないわ、やりすぎだろうな。メンバーはいいの、私は嬉しかった、楽しかったです。いっぱいライブやらせてもらえてありがたいねって思うんじゃん。えらいって思いました。配信見てくれた人もありがとう。えらいです、みんないっぱい推し活してくれた。助けられてます、みんなの愛に。愛、世界で一番好き好き大好き、やっぱ好き、やっと見つけたお姫様、お前が生まれた来てる理由、それは俺に出会うため、お前と一緒に人生歩もう、世界で一番愛してる、愛してる。なんか今日会場に行ったらメイクさんもスタッフさんも衣装さんもメンバーも一緒、全員一緒だったから、服フェスとあれ香川かなってなった。香川かなってなったけど広島でした。幸せです、今週も頑張ります。優しい、みんなすごいね。ランキング読もう。今日もありがとうございました。ランキングを読みます。セブン、ありがとう。
青におしつかれこん遅刻公演ありがとう。かわいい福ちゃんに会えて楽しかったです。喉を大事に。ではありがとう。私も楽しかったです。喋ってたらちょっと喉いけた気がする。しめんななみん一日お疲れんこんでした。福ちゃん髪染めたい願望ありますか？今んとこはないよ別に。そうでもわしちゃん可愛かった、ありがとう。マグありがとう、近いし、ありがとう。ブーちゃん、あかりちゃん、忙しいの続いてて、番がってて、えらいしきしき。あ、頑張らないと、まだ覚えてないやついっぱいある。ありがとう。カープ HK、ありがとう。九州のラブ、次はどこでお会いできるのやら、チュライ大好き。早く会いにおいで。ありがとう。ショーファンハディ、ダーマリー。福田あかりよし、ありがとう。 Thank you Thank you。 みけちゃん、今日もキラキラアイドルでメロメロでした。メロメロメロンパンナちゃんでしたね、ありがとう。山猫坊主、ありがとう。タカ、今日は公演ありがとう、楽しすぎた。次は広島のお果たし会会いましょう、嬉しい、待ってます。お渡し会1位は埼玉のおいた、おめでとう、ありがとう。はい、というわけで、私が福田はって言ったらスタッチって言ってください。アネオスト福田はスタッチ、サンドの飯を飲んで決まり、香川県出身のくちゃんこと福田あかりでした。このどう日月金土日水のこの1週間も経たずないうちでの怒涛の日々が一旦終わりました。四国みんなお疲れ様、ありがとう。ファンのみんなもお疲れ様、うわー頑張った、本当に偉いよ満身創痍でございますが、明後日からまたいろいろ続くということで、またまた頑張りたいと思います。ありがとうございました。完全頑張った、ありがとう、本当に頑張った、頑張ったっていう自信があるじ言われながら、本当に今日みんなで終わった後お疲れ様って言ったもんで、なんか謎のすごい青春だった。みけちゃん頑張った、ありがとう、本当に頑張った。おしめんななみトコ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 、ありがとう。埼玉のいたん頑張った、ありがとう。もうめっちゃなんかやりきりました。四国いっぱいライブさせていただけてありがとうございました。応援してくれるみんながいるからライブをいっぱい開催してもらえるということで感謝してます、ありがとうございます。あさっての福フェス番外編も楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。ガレンコエスイミンゼミです、ありがとう。じゃあまたまたね、もうめっちゃ寝れそう、今日も疲れてみんなもよく寝てください、夢でお会いしましょう。またね、バイバイ、またな、おやすみなさい。タカ頑張った、かありがとう、頑張った、頑張った、またね、おやすみ、みんなありがとう、ラブラブラブ、バイバイ。疲れんこ、おやすみ、みんでみんです、ありがとう。セブンベア。Thank you.